本田劇場は東京都世田谷区北沢2丁目中の15にある演劇専用の民営劇場である。客席は1フロア、客席数は386席。本田劇場グループ代表の本田和夫により、銭湯の跡地に1982年11月3日に開場した。こけら落としを飾った作品は、東十郎作の秘密の花園。 下北沢が演劇の街と呼ばれるのは当劇場の存在が影響している。当初から演劇専用劇場として設計されたホンダグループ最大規模の劇場で舞台、観客設備などが最も充実している。東京の小劇場演劇の中心的存在であり、夢の言う眠り者や第三舞台なども活動していた当時、ここで上演を行った。その後も大人計画。 ナイロン摂氏100度、流山寺、事務所といった小劇場界の有名劇団の公演に多く利用されている。2005年に劇場の地下駐車場に1982年に閉店したスーパーマーケットの青山ユアーズに展示されていたものを譲り受けして芸能人の手形やサインなどが入った石板の展示スペース、星々の手形が設置された。 会場以来の公演履歴は、本田劇場過去の上演記録に詳しい。ABC 劇場公式サイト、劇場資料読売新聞有刊8面2017年7月28日、第4金曜日掲載、レジェンドレジェンド純粋に演劇人のため、本田劇場グループ代表、本田和夫 v o ボリューム4サンチャンド下北沢は、舞台芸術パラダイス。3? チャアパートメンツ三軒者や星々の手形。ありがとうございます。